こんにちは。え二、ー、日か三日ぶりぐらいの収録をしてます。はい。っていうのも、え二、ー、日間ですね、昨日、一昨日と映像のお仕事を月に一回だけやっておりまして、その撮影に四国の愛媛県松山、松山市ってところに行ってまいりました。はい。道後温泉とかってご存知ですか あの商店街とかがあってそのアーケードとか界隈がものすごいこう観光地化してもう完成度がすごく高いものすごくもう路面電車がありとかね汽車の蒸気機関車とかあの足湯とか手湯とかいうのがあってすごくきれいなところでしたね、はい、あのー、まあ、今回ね仕事で行ったんですけどまあ、できればねすごくいいとこだっていうのは分かったんで仕事関係なしで家族生でねどこか。 まあタイミング見計らっていつか訪れたいなってことを思いました。はい。まあそういうね、全国各地、月に一遍だけの本当ささやかな仕事ですけど、いただいております。はい。まあそういうのに行ってきましたんで、まあちょっとね、あの、YouTube の更新ができませんでした。あ、一昨日あの、コラボ動画アップさせていただいて、あのコラボ動画は、あれ、撮ったのがね、5月の初旬なんですよ。だから、そう、収録はね、もっと久しぶりです。はい。 なので、ちょっと何を喋っていいのかなっていうところではあるんですけど、え今日のテーマはですね、えー、っと、まあ、雑談でね、はい、えー。ボケる前に成功したいというテーマでお届けしたいと思います。はい。私自身がね、まずそのボケて、もうすでにボケちゃってるのかどうかっていう話にもなるんですけど、えー、っとね、最近ね、まあ、その、頭の回転の衰えっていうのは、まあ、結構やっぱもう年だからね、40代半ばに差し掛かってますんで、 半ばですから感じてますね。特にその感じるのは若い方々と接触する機会があったりすると感じますね。とかね、あとね、YouTube とかで、まあ写真系とか関係ないようなトップ YouTuber とかが若手の方がブラ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 ってこう喋ったりとか、あとテレビ番組でお笑いタレントとかがバーっとこう早口でギャグを言って、で会場の人たちはそれパッと聞いてさっとこうリアクションが早い。笑う。うん。 そういう、こう、キャッチボールの、その、スピードの速さ、っていうのを、テンポの速さ、っていうのをう見てると、私ね、言葉を受け止めてから、その笑うなり、リアクションするまでにちょっと時間があるんですよ。だから多分ね、だから厳密に言うとね、日本語の理解力が低いのかなっていうのがね、ありますね。うん。元々の多分頭の回転があんまり速くないっていうのと、うん。 でまあ、さらに最近、まあ、年取ってきたせいもあるのかボケてきたわけじゃないけどまあちょっと回転が遅くなってきてるさらに拍車がかかってるかなっていうところはありますね。はいですのでもともとのね私のタイプっていうのが広く幅広く見るっていうタイプじゃなくてもう一点ばっかりずっとねもう本当ね幼い頃からそうです。 ちっちゃいこう一点だけを見て、まあ、そればっかりにこう集中してやってたっていうタイプだったんで逆に言うと本当ね年寄りになってから私がね高齢になってからそういう一点にずーっとこうまあ、一つのものに興じる、うん、没頭できるっていうタイプはボケにくいって聞くんですけどねはいただねほんとね最近その頭の衰え頭って髪の毛髪の毛もちろんそうなんですけど髪の毛も,もちろんそうなんですけど。 考え方とか回転力うんというところここはね遅くなってきたかなーっていう感じをしますね若い方とコミュニケーションとってるとねうんいやー本当僕なんかね自己啓発かなんかノートレイじゃないけどねそういうことしないとまずいんじゃないかなっていうことを思ったりしますはいですのでまあ一応まあテーマとしてはねボケる前に何とかこう成果を収めたいなっていう、ね、はいところではありますうん。 なので、えっと、今まで私がこう培ってきた、その、天体写真のスキルとか、まあ、ジンバルのちょっとしたこうノウハウとかね、そういったものを、なるべくまあサービスとして、今はまあ物販ということで、まあジンバルの製品を売ってます。で、まああとアフターサービスとか、その辺もまあ売ってますけど、 まあその技術の継承だったりとか、まああと天体写真はね、もうずっと昔からやってますんで、その辺のところをなんとかサービスに変換できないかなっていうことをあれこれこう妄想しながらやってます。うん。っていうのもね、やっぱりもう私サラリーマンじゃないから脱サラしてますから、身一つで自分をこう立ち上げて、まあ切り開いていかなくちゃいけない。うん。誰かが守ってくれるわけじゃないし、もう自分でサービスを、まあクリエイトして、開発して、 うん、で世の中に、まあ、刺さるもの、ニーズのあるもの、まあ、中には自分がいろいろ考え抜いたんだけど、全然こう響かなかったりするものはあります、当然ね。うんまあ、そういったことをあれこれ、まあ、イメージしながら出していくっていうね。これを、今私44歳ですけど、まあ、60, 60が定年だとしたら、あと16年間、最低でもね。 で16年後つったら、うちの一番下の息子が、今2歳だから、2と16足して18歳ですよね。そこからまたお金とかいろいろかかるじゃないですか、18歳つったらね、大学出たりとかってなるとね。だから、もう本当ね、今どんだけ自信持ってても、先々どうなるかわからないぐらいのシビアな目線で、より自分を自己啓発して高めていくんだぐらいの気持ちで、ちょうどフラット、まあ現状維持なのかなっていうね。はい。 そんな姿勢で取り組んでいかなきゃいけないかなと思います。はい、特にねその若い方々今までそのほらサラリーマンとかやってるとまあ全てが全てそうじゃないけど年功序列的にね年、まあえー、を重ねていくと、まあ、キャリアどんどんアップして知識経験とかが増えて給料もアップしていきますみたいな図式があるじゃないですかだけど今僕フリーランスだからもう全然年齢とか関係ないですよね。 はい、YouTube ってこうカメラレンズ向かって発信するってことで今仕事につなげさせてもらってますけどもうその年齢が高くなったからどうとかっていうのはもう全然ないからもう常に開拓する切り開いていくっていうね、はい、ことに挑んでいかなく挑んでいき続けなくちゃいけないチャレンジし続けなくちゃいけないっていうね、はい、そういうのがあります。 まだまだ先々長い年月ありますんで、もう本当にね、重くのしかかってます。だからもう本当ね、ボケてる場合じゃないかなっていう、はい、ところが、まあ正直なところですね。はい。ただ、ただ、やっぱりね、本当ね、若い方と交流してると、ああ、もう本当ね、回転弱ってきてるなって、鈍くなってきてるなっていうことをすごいね、痛感します。うーん。 だからあんまり見たくない現実ではあるんでね若い方と交流するとねほんとこう遅いなって思うから見たくないあの現実ではあるもののやっぱちゃんと現実を直視してね、まあ、自己啓発して、まあ、いろんなことをちゃんとやることを見つけてチャレンジしていく、まあ、世の中にまあ何かこう社会貢献できることを探していくっていうね、はい、<coughs> ことを思っております。はい、でねやっぱりまあチャレンジしている姿っていうのは そうですね、身近な人にやっぱり響くと思うんですよ、うん、特に、まあ、私がイメージしてるのは私の息子とか、まあ、娘もそうですね、まあ、やっぱり父親の背中見て育つっていうところがありますよね、うん、皆さん世の中のお父さんとか皆さんやっぱり、まあ、家族の模範として、うんまあ、お仕事頑張っていらっしゃる方大半だと思うんですけど、まあ、そういった背中を見て、まあ、息子さん娘さんっていうのは成長していると思うんですねで私もそののうち一人 はい、私自身が、まあ、家族を養っていく、まあ、立場であるんでどんどん切り開いて新しいことにお父さんチャレンジしていくよっていう姿勢でそれで、まあ、うまくいかない時もあるだけど成功する時だってきっとあるはずだと思ってるんで、まあ、そこの背中を見てですね、まあ、なんとか、まあ、僕が父親としてうん まあ存在する価値というか意義というか、まあそういったところを見て育ってほしいなって思います。何もねあの金銭の問題だけじゃないです。まあもちろんね子供を養っていくためにお金が必要だっていうことがありますけど、父親とか両親が与えるまあ子供に与える継承するっていうのは決してその金銭の問題だけじゃなくて、そういうチャレンジ意欲とか人生っていうのはもう本当厳しい、えー、レースなんだよ。そこにまあまあ挑んでね。 身一つで挑んで開拓していかなくちゃ切り開いていかなくちゃいけない時もあるんだよっていうね、まあ、そういったこと重要なテーマみたいなものを、まあ、息子娘にまあ継承してまあ伝えていけたらなっていうふうに思っております。はい し、あとね、まだ、うちの両親健在ですから、まあ、両親にもですね、まあ私サラリーマン時代も全然その何ですか、まあとてもじゃないけど成功とは言えない、うん、まあような、まあ社会人生活を送ってきたんで、まあなんとかですね、これから、まあいろんなことにチャレンジして、なんとかボケる前にですね、はい、まあ成果、うん、成功を収めて、はい、まあ、実績残したいなっていうふうに思っております。はい。ですので、まあ、 年齢に対するディスアドバンテージというかその弱点とか負い目とかそういうのは確かにあります。うん。だけどチャレンジして、まあ愚直にでもどんどんこう進んでいく姿っていうのは年齢関係なしにまあ人に刺さる、響くっていう部分があるって僕は信じてるんで、まあ今私が月に一回いただいてる、まあささやかながらの映像制作のお仕事。 まあ、プロでガンガンやってる現役の方々、バリバリの方々に比べると、全然駆け出しですし、まあ、ジンバルの扱いについてはまだしも、まあ、映像を制作する立場としてはね、全然まだ弱敗者なんですけど、はい。なるべくですね、その、まあ、年齢で言うんだったら、若い方々の自由な柔軟な発想とか、意見とか、まあ、もしくは、若い、 がゆえにまだまだこれから切り開いていかなくちゃいけないただ経験がないからどうやって切り開いていけばいいのかわからないとかそういった方々と同等に肩を並べて一緒にまあ進んでいくっていうようなイメージをなんとなくもやもやと抱いてます、はい、ですので最近私直近でまあここ1ヶ月ぐらいの中で映像制作の云んぬんかんぬんっていう話をさせてもらってます、はい、そういった話を今後も出しながら 私も月一で映像の撮影仕事やってますんでそこで感じたこととか学び気づきとかね、はい、そういったことをなるべく赤裸々に出していきながら、はい、であとはそうですね、まあ、そういった映像クリエイターとして今後やっていきたいとか、まあ、今どっかに属してるんだけど 独立してフリーランスとして映像で食っていきたいとか、まあ、もしくは今普通の、まあ、サラリーマンやってるんだけど副業的な感じで映像っていうのは仕事に結びつけていきたいとか、そういった方々、そういった方々と近々ね、何かこう懇親会とかオフ会みたいなものをやれば私ももっと刺激いただきますし、頑張ろうっていう気持ちになりますしね。はい。 まあそういった私の中でもあこういう風にしていきたいなとかっていうイメージがありますしねそういう交流会をできたらいいかなと思ってますセミナーってなると私が教えますっていう立場になっちゃうじゃないですかそういうのじゃなくて懇親会的な、まあ、名刺交換だけでも価値ありますしね、はい、人と人がリアルに会ってオフラインで まあ、オフ会ですね。はい。で、繋がるっていうね。ここすごいやっぱ大事だと思うんで、最近の私の活動の中で、まあ、こうやって YouTube では発信するものの、オフラインでまあ、会って、まあ、交流を図ったりとか、刺激を与え、まあ、もらうとかね。そういうのなかったから、うん、そこをね、近々やろうと思います。いかがですか東京とかでやりましょうかね。東京とかで、そういう映像でなんとかこうやっていきたい。盛り上げていきたいとかね。食っていきたいとかね。うん、そういった方々集まって、うん。 まあ、あの、軽いノリでも結構なんで、まあ、オフ会っていうのをやりましょう。はい。またね、声かけさせていただきますんで、その時はね、また案内させてもらいますんで、よろしくお願いいたします。はい。そんなわけで、なんとかね、まあ今44ですけど、ボケる前に、なんとかね、いろいろ自分の人生の中で、一度きりしかない人生なんで、まあ、成果を収めたいし、成功したいし、はい。そのためには、まあ、いろんな方々の刺激を受けて頑張っていかなきゃと。 で頑張ってちょっとずつ階段上りつつ自分のその頑張ってる背中で成功した時はもちろんですし見てほしいうちの、まあ、息子なりね子供にねで伝えていきたいっていうねまあ皆さん多分ね共通だと思うんですけどそういう思いがありますはいそんなわけで本日は以上ですありがとうございました